どうも、タベコです。動画をご覧いただきありがとうございます。まずは開封からですね、箱を開けていきたいと思います。今年の夏はですね、もう暑いし、なんかね、湿度がね、めちゃくちゃ高いような気がするんで、これはね、ちょっとやばいんじゃないかと思って、焦って買いました、これ。箱を開けると、まずは鍵と説明書がお目見え、そして AC アダプターと足の部分ですね。足の部分が4つ以上が付属品となります。で、本体がこれですね。で、まずは付属の足をつけていきたいと思います。このようにネジ式になってますので、高さを調節したりすることもできます。で、こちらが AC アダプターですね。まあ、大きさ的にはそんなに大きくないかな。まあ普通ぐらいかな。で、背面のここに接続しまして、で、アダプターを電源タップに取り付けまして、これで電源が通るわけですね。防湿庫の底にはこのようにクッション材がありまして、カメラを傷から守ってくれるものになっております。で、電源入っておりますので、緑のランプが点灯しておりますね。これで準備 OK ですね。で、最初にやることなんですけども、湿度の調節ダイヤル、これを、低いに調節しておきまして、で、半日置きます。半日置くと防湿庫の中の湿度がだんだん下がっていくということになりますので、これ今だんだん下がっていってますよね。今 50% もあったんですね。電源入れたてで、まあ、50% はあったんですよね、湿度が。まあクーラーつけてるんで、実際はもうちょっとあったのかもわからないですけど、まあだんだん下がっていってますね。これを、まあ、この状態で半日置くわけですね。するといい感じの湿度になるということですかね。はい、それでは半日置きます。はい、というわけで大体半日ぐらい経ちましたので、湿度ですね、今18になってますね。 18% だいぶ下がりましたね。で、調節はね、定のままですね、ずっと。で、保管庫に保管品を入れるときはですね、あれを標準に戻すっていう感じですね。で、物を入れると、ちょっと上がるらしいんですよね。保管品の中に含まれてる水分とかで、まあ、ちょっと上がるらしいんで、まあ一回保管品を、まあカメラですね、カメラ入れてみて、まあどんな感じになるのかということですね。まあ、ちょっと湿度落ち着くまで、ちょっと時間かかるみたいですね。で、まあカメラを入れるんですけど、まあ、レンズは外して入れる方がいいみたいですね。うん。なんか密封されるらしいので、はい、それでは入れていきたいと思います。はい、ということで、今回防湿庫に入れていくのはこちらになります。レンズ2本とカメラのボディが1つですね。これを入れていきたいと思います。中に保管する前にレンズとカメラは一応ブローしたりとか、まあ、軽くですね、クリーナーとかで拭いておくといいんじゃないですかね。うん、まだ結構ね、思ったより余裕ありますので、これならカメラあと1台ぐらい入れてもね、大丈夫なんじゃないですかね。で、カメラをしまったら、このダイヤルをですね、標準にします。湿度がまあ大体標準になるようにダイヤルを合わせて、まあ、湿度は大体ね、まあ、40ぐらいがいいみたいですね。はい、ダイヤルを標準にしましたので、湿度が少しずつ上がっていってますね。まあ入れたカメラの影響とかもあると思いますけど、まあ少しずつ上がっていきますね。で、保管してしばらく経つと、まあちょっとずつ湿度が上がっていきまして、
まあ、大体40ぐらいになるのがいいみたいですね。で、説明書にはですね、標準で大体35から45%の間になるっていうことなので、まあ、それぐらいになるとまあいいんじゃないかなという感じですね。はい、こんな感じですね。いや、見た目いいですね。カメラをね、なんだろう、カメラを所有してるという実感が湧くものですね、これね。あっと、これはあれですね、昨晩のちょっと晩酌の、残りですね。はい、こんな感じになります。いや、かっこいいね。で、最後に注意点なんですけど、この防湿庫の中に入れてはいけないものが一応あります。それをお話しすると、揮発性、引火性のあるもの、まあ、LP ガスとかアルコールなどですね、まあ、そういうものを入れますと爆発の危険性がありますので入れないようにしてください。あとですね、水分の多いものを入れると、湿度がまあ高くなりますので、まあ、水分の高い、まあ、飲み物とかですね、そういうものは入れない方がいいかと思います。はい、というわけでですね、防湿庫の方にカメラ入れてみて、まず感じたのはですね、安心感。やっぱり安心感ありますね。こういうのに入れておくと安心感が得られます。まあ、こういうのって、まあ、必ずしも必要なものではないかもしれないんですけど、もう入れてるのと入れた後では安心感というのがもう全然違いますね。まあね、高価なカメラとか持ってらっしゃる方とかは、まあ絶対入れた方がいいんじゃないですかね。もう全然安心感が違いますね。で、あと、まあ、カメラ入れてみて思ったのがですね、まあ、ガラス張りなので外からディスプレイみたいな感じでカメラをね、こう見れるんですよね。こう干渉したりすることができますので、よりなんかカメラに対する愛着感が湧くというかですね、まあ、おしゃれですよね。展示されてるみたいな感じでカメラをこう眺めながらですね。で、まあこういうね、フルサイズのカメラとかになってくるとなおさら防湿庫とかに入れて保管する方がですね、まあいいと思うんですよね。まあセンサー大きいしね、それだけ湿度の影響とかも受けやすいと思いますのでね。まあ、フルサイズ最近持ったからこそこれを買ったっていうのもあるんですけども、まあ入れてみてね、結構まだスペースありますので、まあこれからねカメラ増えたとしてもまあ大丈夫かなっていう感じですよね。まあ僕そんなにね複数のカメラ持つ予定はないので、まあ今まで買い替えみたいな感じで来てますので、まあ持っても2台ぐらいかなっていう感じはしてるんですけど、まあそのうちね、まあさらにね、こう、まあ例えばカメラをね複数持つっていうことになった場合は、もうちょっとねサイズ大きめのものを買うということもですね、まあ考えながら、まあちょっとお酒の話になると思うんですけども、はい、まあとりあえずはね今のサイズで十分ですね。まあそんなにね、ものすごい望遠のレンズを買う予定とかも特にはないので、まあ、今のところはこれで十分こと足りてるんじゃないですかね、僕の場合ね。まあカメラの他にも保管したいという人はですね、まあ大きめのサイズを選ぶ方がいいのかもわからないですね。まあこれ1段なんですけど、中にはこう2段3段とかっていうやつもあるみたいなので、まあ用途に応じて選ぶっていう感じでしょうね。はい、ということでですね、まあこれからね、カメラの保管を考えてらっしゃる方、防湿庫を、まあ、購入しようかどうかなって考えてらっしゃる方ですね、
少しでも参考にしていただければというふうに思います。もし動画が面白かったらですね、グッドボタンの方よろしくお願いします。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。いや、もっと早く買っとけばよかったな、本当ね。